地蔵峠はよ花の雲花の雲チャチャンチャチャンチャンチャチャンチャンチャチャンはここは北郷か高くまふくよ髪を結んであれみやしゃんぜあれふんとにね並ぶ三句のよ中のよさ中のよさちゃん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 とはい以上です。ありがとうございました。まあ鈴木さん、この北五日音頭のあれみやしゃんせとあれふんとにね、これどういう意味ですか？はい、私も調べたわけでないんで分かりませんが、多分間違いないと思うんですが、あれみやしゃんせというのはあれ見てごらんという意味だと思います。それから、あれふんとにねと言ってますのは、まあ、この辺の方言かもしれませんけども、あれ本当ですね、あれ本当だねと、こういうような意味だと思いますが、いかがでしょうか？なんかミヤシャンセってところちょっとみやびな優雅な感じがしますね。はい、そんな気に私もいたします。そうですか。であと方言なんかも、例えば、遅い粗末な悪い、この辺はね有名ですけども、かじくるこれはこうかゆいって、そうですね、あの蚊に食われて、貝からかじかかくんでしょうね。そのかじくるってこの辺では言いますね。からその次 の同じかでも、ガトーもないなんて言いますけど、まあ、たくさんというか、たくさんものがあるというのとか、あと島田の方でとか、まあ、これ静岡でも使うと思うんですけど、ガライとかっていう存じだと思うんですが、うっかり何をしてしまいましたっていうような時にガライかやってしまったというようなことを、言いますね。まあ、そんなことで、あのたくさんこの辺には生活の中に昔のやはり方言も結構使ってますんで、あの残ってんじゃないかと思いますんで、載せたような次第なんですが、ね、本当にこういうのを、ね、ずっとこう絶やさないで残していきたいなっていう思いもありますけれども、ちなみに鈴木さんはこの、 あの幸福人の、頼りニュースペーパーを作る前にもいろいろ活動してらっしゃったんですよね。あの地元の山の八甲さんというんでしょうか、これは八甲さん、さんです。はい、はい、で八甲さんの登山道を整備されたりとか、まあ、これは数年前なんですけどね、地元活性化の中の一つで旧金井町で一番高かった山、八甲山832メートルございますが、そこを一つ のシンボルとしまして、まあ毎年2月頃ですか、そういう登山をして、やっていこうということで、地元の住民も お茶のサービスであるとか接待、それからあと山の途中の休憩所で豚汁なんかを作りましてね、そしてあの観光といいますか、その登山客を、まあ、歓迎したというようなのをみんなでやった記憶があるんですけど、今は少しそれはやってません。それは何でですか？少しやっぱり高齢化しましたんでね、なかなかのサービスも十分にできないという心配が正直あるもんですから、それはやめてますけども、一番多い時にはやはり1000人ぐらいが1日に来てくれました。はい、そんなに来てたんですか？その時は本当に私どもも悲鳴を上げたぐらい嬉しかったですね。はい、なるほど。あと今この地域では少子高齢化、まあ、どこの地域でも言えるんですけども、まあ、それも一つ課題になっているとお話あると思うんですけれども、ご多分に思います。全くその通りでございまして、ここの世帯は、まあ、北五日と普通呼んでますけども、世帯数が110件ですね。それで、人口約350人ぐらいです。そのうちの75歳以上、いわゆる高齢者、敬老に対象する方々なんですけども、90人ほどいまして、約4分の1がその75歳以上という高齢者がたくさんいるといいますか、元気な方がたくさんいるところでございます。まあ、そういったご高齢の方たちにもこうやっぱ盛り上げてもらうために、特にイベントということを行わずに、この家でゆっくり読める幸福人の、ニュースペーパーを発行されているということですね。そうですね、はい、なかなかのイベントとしましてもですね、全員が集まるというのは困難ですから、
またそれなりに地域が広いものですから、バラバラになってますものですから、一箇所に集中するというのはなかなか大変ですので、他の方法でもって何かやれないことはないかということで考えたものなんですけども、高熊地域、鈴木さんにとってこんなとこがいいんだよ、ここが嬉しいポイントだよ、ここが本当に自慢できるよ、はい、あったら教えてください。はい、高熊といいますのはね、やはり歴史的に非常に優秀といいますか伝統のあるところでございますので、いろいろまだ調べてみるとわからないといいますか、忘れられた名所旧跡がありますので、こういうところをね、私も含めてこれからの若い人たちと一緒に調べていって、地域の何て言いますかな、先輩方が作った歴史をもう一回我々の手元に置いて調べてみたいというふうに私は思っていますけども、あとやはり皆さん、昔の人は皆そうなんですが、お年寄りの方は連帯感がありますので、何と言いましてもいろいろな行事するにも仲良くみんなで一緒にやっておりますので、まあ今は都市化になってきますので、若い人たちはなかなかそういうところに馴染めないところがあるかもしれませんけども、年配の方たちは非常に今までやってきたことをやっぱり心の糧として誇りに思っておりますので、そういうところについては一層そういう輪を広げていきたいなとこう思っております。そういった鈴木さんが先頭に立って、広まっていく地域の連帯感とかコミュニティ、ますますこれからも広まっていくといいですね。ね、願っております。ありがとうございました。はい、どうも。